はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれ、いいニュースですよ。素晴らしいニュースだと思いました。はい。イギリスが TPP に参加をしたいとおっしゃってます。はい。イギリスが TPP に参加をすることがね、これね、おそらくね、ほぼほぼ確定だと思います。あの、これね、9月くらいから、あの、イギリスがね、あの、TPP に参加することをちょっと検討したいなとおっしゃってたっていうのはね、これニュースでもちょっと流れてたんですけれども、これね、かなり具体化してきました。でね、ここまで来るとね、え、イギリスがね、この TPP に参加をすることが、 ほぼほぼ確定したんじゃないかなとちょっと思ってます。これは本当にいいニュースですね。TPP って基本的にはもう日本がねメインとなって推進しているね。あの あの、関太平洋経済連携協定ね、懐かしいですね <laughs>。もうずーっと前から、あのね、この TPP 出てたんですけど、一体今、進展どうなってるのかなと思っていたんですが、ちょっとアメリカがね、途中で抜けちゃったりとかしてね、えー、かなりシリーズボミになってきたなーっていう感覚はあったんですが、ここでね、またね、TPP がね、いいものになってきてます。なんとイギリスが参加ですからね。うん。あの、ヨーロッパのね、えー、あのね、大国の一国である、えー、イギリスをね、ここに加えることができるっていうのは非常に大きい、非常に大きい。でね、これね、多分ね、アメリカもこれ下手したら帰ってくるんじゃないか、 かなと思ってるんですよ今ね、あの、クワットであるとか、まあ、あ対中国政策をとっていて、こう、日米、オーストラリア、インドのね、この軍事協定とかがね、えー、結ばれていて、どん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 対中国包囲網が軍事面では縮まっていってるんですよ。で、イギリスもね、あの、空母をね、えー、太平洋の方にね、インド洋の近くかな、に、あのー、送るみたいな方話もあったじゃないですか。でね、えー、経済的なところはどうかっていうとね、この TPP ってもともと中国を外した形で、えー、経済をね、大きくしていこうというものですから、 中国は当然入ってないんですよ、TPP。うん。で、中国は中国で、えっ、ー、と、一帯一路でね、えー、わーわー言ってますけれども、一帯一路ってなんかこうね、新興国にお金を貸して、借金付けにして中国の思い通りにしようみたいな作戦がね、中に含まれてるっていうのがね、もう、もうあらわになってきてるじゃないですか。うん。だからね、中国の一帯一路まで、ね、どうなるかちょっと微妙なところはあるんだけれども、でね、ここでね、TPP にね、えっ、ー、と、 イギリスがね、参加をしてくれると。これはいいよね。大きい、も一気に大きくなりますからね。しかも TPP って何がいいかって,って、日本がね、どっちか、まあ主導しているというのはちょっと言い過ぎなのかもしれないけれどもの、まあまあ日本主導だよね、これね。うん。で、そこにイギリスが入ってきてくれるっていうのは本当に嬉しい。本当に嬉しい。TPP がね、本当に意義あるものになってきた。そんな気がします。で、これでね、もしアメリカが帰ってきたりとかしたら、経済的にも中国を包囲していくっていう、この包囲網が強まりますからね。 これは素敵なニュースだなと思ったので、ちょっと取り上げようかなと思いました。はい。じゃあ、今、中、え、イギリスはね、どんな感じでね、TPP をね、検討してくれてるんでしょうか。ちょっと読んでいきましょう。うん。で、独自、え、イギリスの TPP 参加、日本が協力、自由貿易の重要性をアピール。素晴らしいね。え、日本やオーストラリアなど、11カ国が参加する、え、関太平洋経済連携協定 TPP をめぐり、え、政府は参加に意欲を示すイギリスに協力を表明する方向で調整に入った。はい。え、9月くらいからね、この話は 上がってましたがついに具体化してきたってとこですね。これはいいね。うん、TPP 担当の西村経済再生省がえ23日にも来日するえイギリスのトラス国は国際貿易省と会談をし、意向を伝える。え欧州連合 EU を離脱したイギリスを TPP に呼び込み、自由貿易の重要性を改めてアピールする。はい。イギリスに続いてね、最初予定していなかった国がね、今後どん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 入ってくる可能性っていうのはね、これでね高まったんですよ、うん。イギリス最初は入るって言ってませんでしたからね。いやあいい話。 イギリスは EU 離脱後、世界に開かれたイギリスを掲げ、アジア太平洋地域への足掛かりとなる TPP への関心を高め、来年の早い時期に参加を申請する方法を明らかにしている。 方針ですね。方針を明らかにしている。え日本とは新しい通商協定で大筋合意しえ、近く署名式などを行うなど関係を深めてきた。はい、TPP をめぐってはマレ,マレーシアやチリなど4カ国は署名したが、国内調整がつかず批准していないため発行しているのは7カ国となってますと、はい。加入に前向きだったタイも国内事情で進展が見られませんでした。うん、で日本は来年 TPP の議長国となるが、イギリスと他の3カ国の橋渡し役を担い、TPP の枠組みを活性化させるし きっかけにしたい考えだ。はい。えー、イギリスが TPP に参加をすれば、当初参加、当初交渉に参加をしていた国以外の初めてのケースとなるというお話なんですね。はい。こうこ,こがいいところなんですよね。イギリスって最初交渉に入ってませんでしたからね。その入っていなかった国が、でイギリスっていう超大国がこの TPP に対して魅力を感じてくれているっていうのは、他の国々もね、あの、動いていくきっかけになると思うんです。はい。もう一帯一路にね、巻き込まれそうな国もね、ぜひ TPP に入っていただいてね、えっ、ー、と、もう倒れかけている国をね、 もう立て直してほしいよなと思います。でね、イギリスさん、これね、日本国民もね、ほんとみんな喜んでます。みんな喜んでます。これ読んでください。これ見てください。はい。良いことだなと。日英同盟以来の中だし、いや、それを言うなら幕末の薩長の後ろ立ちという、ちょっと割り切れない気持ちもあるなまあそうだね。うん、戦艦三笠っていうのかな三笠なのかなを作ってもらい、バルチック艦隊の移動を国一国と教えてもらったおかげで日露戦争にも勝てたと。はい。えー、イギリス大使館が皇居の目の前で赤坂の、えー、アメリカ大使館よりもずっと良い場所にあるのは理由がないことではない はい、あそう、ファイブアイズの件もあるよね。ファイブアイズも日本入ったらいいのにね。ぜひ入ってほしいのね。多分イギリスなんかはぜ、まあ、ニュージーランドの代わりに入ってくれみたいな話をしてましたよね。いやー、いいですね。こう中,国法中国を敵に回して、中国包囲網という形で、他の各国はいい形でこう国交を結び始めましたよね、うん。ファイブアイズの件もあるし、仲良くしましょうよ。本当だよね。うん、TPP ににイイギリリスががが加わり11月ののの大大統統領領選挙の結果次第だがバイデン氏がイギリスアメリカの大統領に就任 すればアメリカ加入の可能性も出てくると思うおバイデンが、バイデンな、バイデンなちょっと、バイデンちょっと中国との関係がねあ、まあ、別の記事で取り上げようかなとも思ってますけど、バイデンさんの、ね、息子さんが、ね、もう中国企業とベッタベべタなんですよ。うん、で自分の息子が、ね、中国企業がなかったら立ち行かないようなビジネスをしている状況で、バイデンが、ね、アメリカの大統領になってしまったら果たして今まで通り中国に対して厳しい対応を取れるんでしょうか、ちょっと疑問だよね。まあ、まあ、そそれれは別の話だねでそうなればあ連鎖反応で加入する国も増え 一大経済圏になる可能性がある。そうなんだよね。このイギリスの加入、あの加入っていうのはね、本当にね、本当に素晴らしいことだと思っていて、イギリスが入るんだったら俺も入るっていう国がね、現れてきてもおかしくないんですよ。で、そうなると、もう,もう本当にここ書いてある通り、一大経済圏になる可能性があるんだよね。そしてそこの中心に日本がいるっていうね、これ気持ちいいよね。これは本当に気持ちのいい記事ですね。で、そうならなくても日本は TPP での中で常に中心的な役割を果たすべきであると思う。確かにとても重要ですよね。こうして TPP に参加をすると経済が潤い やすくなるよってアピールして日米合意のクワッドでみんなで手を組んで中国の横暴に立ち向かおうというアピールして、日本国にとっても他の自由や人権といった共通の価値観を持つ、国々にとってもより良い国際環境が整っていくように頑張りたいですよね。うん、本当そうだよね。うんで、アメリカも選挙が終わり、落ち着けば TPP 参加に動き始めるのではと思います。あ、そう熊さんもね。ちょっとそれは思います。あの、アメリカが断ったあの頃の tpp とはまた形が変わってきてる。あの国際情勢も変わってきてますから。これアメリカがね。参加をする価値あるんじゃないかなと。すごく思いますからね。うんで。 もちろん、韓国も言い寄ってくるでしょうね。えまあ、そこは国と国の協定を勝手に解釈し、破棄する国ですから、しっかりと拒否しましょう。あそうだね。韓国、韓国、もう、もうね、もうほんと嫌がられてるね、韓国、熊さんも嫌い。はい。で、イギリス連邦の国で太平洋に面しているところがあるから良いと思う。一方、かの国は、はい、他の国は、はい、国際条約が守れない国なので、日本は参加に反対するべき。確かにそう思います。はい。イギリスは両手で迎えてあげるべきだと思う。はい、もう、もろ手を挙げて喜びたいよね。うん、でまた 今後、三角区が増えてくる場合もあると思うが、余震はちゃんとやった方がいい、約束も守れない、半島のレッドチームあ辺り,、ま、りの紛れは厳しい目で当たってもらうことを望むと。はい 韓国は混ぜるな。そんな、そんな声が聞こえてきそうだよね。<laughs> で、同じ民主主義の価値観を共有する国には、積極的に協力するべきだと思います。逆に独裁政権とは縁を切るべき。そうだね。で、中国、韓国を牽制するためにも、もう、もう中国側に入っちゃってるね、韓国ね。うん。<laughs> 正しいぞ、正しいぞ。クマ様、この認識が正しいと思うぞ。うん。で、太平洋地域で日本が中心的な役割を果たしてほしい。菅さんが外交面でどのような手腕を発揮するか楽しみです。期待しています。あの、菅さんはね、もう今の段階で分かってると思うけど、めちゃくちゃゃく 優秀だよね。スピード感はあるわ。優秀だわ。もう。 最高の総理かもしれません。はい。もう安倍さんの次にね、国民が、みんながね、あの菅さんを選んでね、大正解だったよね、本当ね、えー。東洋と西洋の違いはありますが、同じ島国で海洋国家、大陸とは別の独立心と、気概を持って歩んできた歴史があります。えー、近代以降も、幕末の開国から日英同盟、二度の大戦で、一度は味方同士、もう一度は敵同士になるなど、様々な右与曲折はありましたが、そうした歴史を礎にして、さらなる強力な、あのこれなんて読むんだろうね、優先を、結び、うん、共に歩んでいけるといいなと考えています。 うん、でイギリスは EU 離脱後そうだ、ね、方針を明らかにしているということで、TPP を日本が先導する形で、3カ国との連携を確固たるものにすれば、有意義な貿易交渉ができるようになり、より活性化した新たな経済圏ができる、えー、日本の外交成長に期待したい、本当にね、イギリスさんはみんなね、喜んでます。 本当にありがとう。で、熊さんもね、あのね、例えばね、車で言うとね、ミニが大好き。ミニが大好き。まあ、ミニはあの、ドイツのね、あの、BMW に買収されたんだけれども、でも今でもね、確かね、工場はイギリスにあるんですよね、ミニってね。うん。だからね、イギリスの工場で作ってるんですよ。うん。だからね、えー、今後ミニを買うときね、なんかこう、TPP のおかげで安くなったとかね、そんなことあると、熊さん、嬉しいなって、嬉しいなって、実はそこでね、おおマジでーと思って、このニュースを取り上げちゃいました。はい。というわけでね、あのー、この TPP ね、いっときな、あんまり聞かなくなったんだけれども、このイギリスの加入でですね、加入でっていうか、まだ まあまあ、まだ加入はしてないんだけれども、まあ状況的には加入はほぼ確定でしょう。うん。で、このイギリスの加入でね、またね、熱を帯びてくるんじゃないのかなと思います。あのー、国際情勢的にもね、中国をできるだけもう孤立させようと、経済的にもね、孤立をさせようという考え方がね、広まってきてますから、それをね、あの、TPP を利用すればね、それできちゃうんですよね。できちゃうんですよね。中国以外で、経済圏をきれいに作れちゃうんですよね。で、今回、もともとね、話に加わっていなかったイギリスが加わってきたということで、もしかしたらイギリス以外のね、あの、各大手、ヨーロッパの各大手もね、あ イギリスが行くんであれば、私たちも参加をしてみたいなということで、なんかこう、TPP 参加で手を挙げてくれる国がねこ、こまさん出てくるんじゃないかなと、しかも状況的に言って、アメリカが帰ってきてもおかしくないな、そんな状況になってきています。そして TPP を今ね、主導しているのは、もう間違いなく日本だよね、今ね、状況を見ると、日本です。日本が主導する経済圏にね、イギリスであるとか、もしかしたらアメリカであるとかが加わってくるっていうのは、日本人としては嬉しいよね、気持ちがいいよね。で、対中国っていう意味でも、TPP をね強強、強化していけばね、やっぱり中国も焦ってくるだろうし、 圧力を感じるるだだろろううしし無茶なななことはできなくなるだろうし、うん、ファイブ・アイズとかね、クワッドとかね、もう,もうとにかくね、中国を包囲するっていう名目で、えー、日本とかアメリカとかイギリスを中心としてね、いい形で西側諸国の国が今結びついてきています。結びついてきています。この TPP にイギリスが入ったっていうのもまさにそれ、それを象徴するような出来事だなと思ったので、今回動画を作成しました、はい。こんな感じでね、中国を包囲する、敵視することによって、それ以外の国がね、いい形にまとまってるよねっていうのをね、表す記事があったらね、またクさんど,んどんどんどん動画に 取り上げはい。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。はい。イギリスさん、イギリスさん、えー、参加をね、これ、表明してくれた、まあ、表明、もう、もうほぼ、ほぼ参加確定だよね。表明してくれてありがとうね。あのー、楽しみにしてます。イギリスさんが、ね、参加してくれたおかげで、TPP がまたね、注目をされて、熱を帯びて大きくなっていくと思います。本当にありがとうございます。はい。もろ手を挙げて歓迎いたします。ということで、えー、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。